こんにちは。祝福家庭に真理と真実を伝える放送、ワントゥルース。今日はアメリカ・シアトルからお送りしています。シアトルでは、誠の神の日と愛称日の記念行事が2月5日と2月6日に行われました。そこでムヒョンジン会長が様々な内容をお話しされていましたが、今日はその中で特に心に残った内容というものを皆さんに紹介していきたいと思います。誠の神の日が一番重要な名節である。世界には嫉妬、憎悪、非難、敵意、恨みがあふれている。このような暗闇の中、良心こそが光である。神は良心を通して働かれ、ガイドされる。真理、善、義を行うようにする。真理、善、義は個人のレベルで始まる。個人次元、家庭次元で責任を果たしていけば、驚くようなことが起こってくる。神の直接主観権の中で、神の善なる子女になれ。本当にお父様は繰り返し、両親に従って生きることを語られていましたが、こうやって御言葉を聞きながら、両親の主体である神様に直結して、そしてそのガイダンスを受けながら、真理と善と義に生きなければいけないなと。それは個人のレベルで始まるので、本当に私を通して神様が働かれるように、神の直接主観権の中で生きていこうと思いました。次に、朝鮮半島の平和的統一に関して話されていた時の内容の中からちょっとピックアップをしてみました。神様の御旨があるところには必ず道がある。不可能を可能にする。これまで準備してきたことが展開されていく。新しい次元に入っていく。意気消沈しているシックがいたら行って見てみなさい。朝鮮半島の平和的統一というものは非常に難しいことと私たちは考えていましたし、そのために自分が何ができるのか分からず、ほぼ諦めている祝福家庭がほとんどだったのではないでしょうか。しかし、ムヒョンジン会長は2010年からコツコツと基盤を作っていかれ、そして不可能を可能にしていきながら、本当に難しいと思われていたこの南北統一をいかに成していくのか、力を注がれています。また、子女教育に関するお話がありました。親であるならば、ライフスタイルに規律がなければならない。自然界の動物は子に行動を通して教えている。子は親を真似て全く同じように行動する。子はあなたが言うことではなく、することを見ているのである。拡大された誠の家庭の一員として、威厳、神聖さを保て。今回ムヒョンジン会長のお子様方もいらっしゃいましたが、どうやったらあのような立派な息子、娘さんたちを育てることができるのかなと思いましたが、やはりこのようにライフスタイルに規律を持って、自分の背中を見せながら、言葉ではなく行動でもって示していかなければいけないなと痛感させられました。また祝福過程いくつかお伝えする内容があります。特に愛称日に繰り返し語られていたのが、一番重要な期間は誠の家庭であるということですね。ここは多くの祝福家庭が今忘れてしまっているのではないでしょうか。また新しい春が来る。春を迎えられるように自分自身を変える準備をせよ。神との重的不死関係がなければ、誠の愛で愛することができない。王的に一つになろうと投入するよりも、まずその前に自分が神様とどういう関係を築いているのか、神様の誠の愛の主人となって投入してこそ、夫婦が一つになれるし、親子が一つになれる、神中心の家庭を作ることができるという話ですね。全人類救援のためにための神の器になれ。私たち統一運動に入ってきた者たちは皆自分のためではなく、この世界を素晴らしい世界にしたい。苦痛を感じる、苦しむ人のいない
神様のもとの人類一家族世界を作りたいと思ってこの統一運動を始めていた者たちです。今この誠の神の日愛称日を通して神様、そして誠の家庭の重要性、こういったことを今一度確認し、私はまたこの一年神様と共に生きていこうという決意を固めることができました。以上をもちまして今回の放送を終わります。ありがとうございました。